末広直方末広直方から1920年は、幕末の薩摩藩士、明治期の内務、警察官僚。幹線県知事、函館区長、小倉市長、福岡県八幡市長。薩摩国薩摩郡平助郷平助村で、薩摩藩士、末広直春の三男として生まれる。藩校増子館で学んだ。慶応三年九月十日、薩摩藩組頭に就任。 その後、役人、反対長を務めた。明治4年8月、御神兵の補充として上京し、第三大隊一番小隊に編入され、明治5年8月10日、五町に任官。1873年10月、病のため除隊して帰京した。同年11月、鹿児島県に奉職し、二東授第二28、教皇係となる。 1874年8月、再度上京市警視庁4等巡査に任官。以後、1等巡査、警部補、県千葉県15等出資、小警部、第1局詰め、県中警部、2等中警部などを歴任。1877年1月、同郷の警視庁警部、中原久夫たちと帰郷し、西郷隆盛らの動向を探索中に渡し、 学校等に捕らえられ、西南戦争勃発の原因となった。その後、二等中警部、県大警部、二等警視補、一等警視補、四等警視権一等警察士を歴任し、1883年2月、警視庁を退職した。1883年5月、再び、鹿児島県に報職し、ひしかり、あいら、くわはら、総軍長に就任。その後、 高木、泉、伊佐、薩摩、小敷島郡庁、谷山、北大隅郡庁などを歴任。1889年3月、再び警視庁に展示3等警視となる。以後、小石川警察署長、小石川町警察署長、第5第6方面監督、2等警視、宮城県警部長、警視庁警視、巡査本部長、同、第2部長、 東大一部長などを歴任。1897年4月、高知県知事に就任。1898年7月、岩手県知事に転任。岩手県農学校を開校するなど、学校の整備に尽力。1900年4月、知事を休職。同年10月、香川県知事に就任。1902年2月に知事を休職となった。その後、函館区長。 小倉市長を歴任。1914年10月、福岡県音楽に八田町長に就任。同庁が市政施行し、1917年7月、初代市長に就任し、1918年9月に辞任した。ありがとうございます。